よろしく仲良くしてください。わざと負けてあげよっか。君は勝ってかっこよく死ねばよ。もしも僕が勝った時は、君の制服は明日から裸エプロンだ。混沌よりも灰よりマイナスだって。僕は悪くないのか。ぬるい友情、無駄な努力、虚しい勝利、それが僕たちマイナス13組のモットーだ。僕、帰りに本屋さんに寄ってエロ本を買おうと思ってたんですけど、よかったら選ぶのを手伝ってもらえませんか？